高岡店、パチンコ612台、スロット400台、総台数1012台、ケイズ高岡店、連日9時オープン。これはガロやばいですよ。ガロ家族お客さん1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17歩やばいということで、ちょっとミーも白熱どんどんやったりたいと思います。おかおかおということで、まずやってきたのはこちら CR ガロファイナルのコーナーです。あとケーズ高岡店様には2ボックス設置されておりまして、72台が導入済みとなっております。そしてですね、本日見てください、このドル箱、そしてお客さん、もうどっちもとてもいっぱいで、もう大当たり連チャンしてるお客様いっぱいいらっしゃるので、とても羨ましいです。ね、かっこいいホラー撃破の演出とか、あとはこうレバープッシュとかも楽しめますので、ぜひ皆様こちらでお遊戯してみてはいかがでしょうか。次コーナーへいいですか。はい、こちら、スーパー見物語 in 沖縄3のコーナーがなんと2ボックス設置されております。本日もですね、たくさんのお客様とドル箱でとても盛り上がっているんですけれども、海シリーズの中でも沖海ならではの音楽が聴けたりするので、長く気分味わえることは間違いなしだと思います。ぜひ皆様、まだまだ大人気の沖海ご遊戯してみてはいかがでしょうか。すみません、ジャグラーコーナーやってまいりました。こちらですね、なんとこっちとここと、そしてこっちの3ボックス設置されておりまして、本日もたくさんのお客様でにぎわっております。ジャグラーといえばやっぱりゴーゴーランプが光るまでのあのドキドキ感、とても楽しいですよね。初心者の方でも楽しめますので、ぜひそこのあなたスロットデビュー、ここのフェーズ高岡店様でしてみてはいかがでしょうか。すみません、オキシロン30杯コーナーやってまいりました。こちらフェーズ高岡店様には36台設置されておりまして、本日もうドル箱を積まれていらっしゃいますお客様たくさんということで、とても盛り上がっております。皆様、ハイビスカス、そして蝶々、どんどん光らせちゃってください。
まっていきたいと思います。まず第のデータなんですけれども、スタート回数は今20回ということで、まだ大当たりはゼロですね。でも2日前が33回も大当たり出てるので、ちょっと頑張ってミーモを当てていきたいと思います。はい、そして本日もいつもと同じように1万ミッションということで、なんとかこれで頑張って引き当てていきたいと思います。では実践、それでは実践の方をスタートします。22日、そして今2カードなんですよ、この台が。でも絶対いけるでしょしました。サーダーステージに戻りました。はい、ちょっと何もあんまり起きないので、カード台の方に移動しました。こちら433番台、スタートは126回転、そして1日前も2日前も同じぐらいですね、25回21回転この辺り出てるので、ちょっと今度はこのことを頑張りたいと思います。ケースではこの K カードの会員様を募集中ということで、入会費と年会費が無料となっております。で、このケースの会員カードを作りますと、ケースに来店するだけでポイントをゲットすることができるので、皆様ぜひこちらのカードを作ってみてください。そしてですね、これだけではありません。なんとこのように飲食店で K カードを提示していただきますと、1500円のものが食べられたりするので、ぜひ皆様こちら作ってみてはいかがでしょうか。で、こちらの飲食店だけではなくて、こんなにもいろんなお店で使えるので、とてもお得となっております。そしてこの写真もですね、こちらに設置してあげておりますので、ぜひ皆様ご自由にお取りください。おう、なんか起きる？雑魚に追わないリッチ。お、ジャギ。ダメでしたね。
じゃあ、ルーレットですか、これですか、紙ですか、お願いします。B、またやらかしましたということで1万円がなくなっちゃいました。ごめんなさい。今日他の客さん盛り上がってたんですけど、ちょっと B はその波に乗ることができずということで、子供に登場してもらいます。じゃあ早速弾きたいと思います。カメラマンさんのお財布から5000円追加金ゲットということで、これで頑張ってまだ引き当てたいと思います。カメラマンさんから追加5000円ということでください。はい、もうダメですよそんな。はい、ということで5000円ゲットしました。これで引き続き人生の方を頑張っていきたいと思います。応援よろしくお願いします。追加金5000円カメラマンさんからゲットということで、もうミーの引きはおねだりに持ってかれてるんじゃないかという疑惑晴らしていきたいと思います。それでは再び人生スタートします。お あ、またこいつや。Come on.
やったら。感情が切れない、二人外して四つ当たり。